はい、JR 大阪駅アトリウム広場に来ております。まもなく帰宅ラッシュの時間ということで、この時間も多くの人が行き交っています。はい、そしてそれだけではなく、鉄道ファンの方も多く詰めかけているんです。というのも、今日はですね、日本に鉄道が開業してからちょうど150年という節目の日なんですね。鉄道ファンだけでなく、日本人にとっても特別の一日といるんではないでしょうか。ということで、今日 JR 大阪駅では今日明日の2日間鉄道開業150年記念フェアが開催されています。1872年10月14日に開業したということで、10月14日は、ね、鉄道の日として例年さまざまなイベントが開催されているんですが、今年は150年ということで、より一層盛り上がっております。ではまずはですね、150年のその歴史を振り返るパネル展示、こちらに掲げられています。1872年新橋横浜間で開業いたしました。当時の写真がこちらです。おお、はい、鉄道が開業しまして、当時移動距離としては29キロ、だいたい大阪と神戸間ぐらいの距離感なんですが、所要時間は53分、現在の2倍ぐらいの時間がかかっていました。時速に直しますとおよそ 32.8キロ、1日9往復ということでね、決して多くはないんですけれども、当時としてはもう文明開化の象徴と言えるような出来事だったわけです。はい、そして関西はと言いますと、その2年後に大阪神戸間で開業いたしまして、その3年後大阪京都間で全通開業いたしました。さて、その時に走っていた列車といえば、こちら蒸気機関車 SL なんですよね。こちらにずらっと並んでいますが、一番下のこの C57系、私乗ったことがありまして、 SL 山口号として走っていたんですよ。春と秋に2回乗ったことがあるんですけれども、あの汽笛の音だったりとか、吹き上がる煙の匂いというのがね、今でも強烈に覚えています。はい、というわけでこのフェアはですね、こちらだけではありません。ちょっと2階なんですけれど、5階時の広場というところでも開催されていまして、トークショーなども今日明日あるということです。で、特別な1日ということで、こういったね、記念切符も販売されているんです。この機会にしか購入することができません。じゃん、中が、行きと往復の切符になっているんですけれども、岡山から出雲市、これはまあ通常の、ね、切符なんですけれども、はい、帰りがこのようにちょっと手書きで書いていて、補充型、こういったね、あの紹介などもあって、記念切符も販売されているそうですよ。すごいサイズですね。はい、本当ですね。今では、鉄道ファンにはたまらないかと思います。で、さらに、こちら見てください。あの記念グッズ、これは受注生産ということで、注文しないと、そこからオーダーして作っていただけるんですけれども、出雲って書いてますけれども、これはですね、東京と山陰地方を結んだ寝台特急列車出雲のヘッドマークです。重さ6キロありまして、結構重たいんですよね。はい、忠実に再現されているんですよ。はい、こういうのもちょっとね、お家に飾ってみてはどうでしょうか。ちょっとね、お値段が20万9,999円って書いてあるんですね。身近な、ね、記念グッズもありますので、ちょっとご紹介しますね。はい、こちら2023年度のカレンダーです。これね、ちょっとパッと見ると時刻表に見えるんですが、しっかりこう日曜日から土曜日でカレンダーになっているんです。すごくユニークなデザインです。下には路線図などもありまして、ちょっと飾るとね、いいかもしれません。こちらの記念グッズは、1階にあります中央コンコースの販売ショップで販売されています。さあ、そして鉄道といえばお弁当、駅弁ですよね。で、こちらもあの当時のパッケージをそのまま再現しておりまして、これ読めますか。旧字体なんですけれど、弁当、お弁当なんですね。はい、中を開けますと、こんな風に幕の内弁当ですね。こういったものもありますし、こちらは鯛めし2段幕の内弁当ということで、2段になっております。鯛めしとこちら、いや豪華じゃないですか。はい、はい、こちらはね、150年を記念した蒸気機関車ということでね、
こういった駅弁は JR 京都新大阪、そして大阪新神戸駅で購入できます。はい、数量限定ということでなくなり次第終了ですので、まあ、こういったお弁当を買って、まあ、自宅で食べてちょっと鉄道の思い出に浸るというのもいいかもしれません。ということで鉄道の日で盛り上がっている JR 大阪駅から中継でした。ご視聴ありがとうございましたケロ。